アジーンです。今回は UFO キャッチャーでゲットしたスクイーズを紹介していきたいと思います。こちらプニットソーセージです。メーカーがジェイドリームさんのものになります。こちらなんですが、本物のソーセージのように、フィルムが剥がせると書かれております。いやでもこれ一度剥がしてしまうと元に戻せない。この袋もそうですもんね。これも一回破るともう戻らないもん。ちょっともったいないけれども開封します。では開封していきます。一回きりなんでちょっと緊張します。あーどうやっていこう。こういくか、こうビリっていくか。あーどうしよう。こういくのがね本当ですよね。あーどうしよう。やっぱハサミで切ろうかな。ちょっとね、ハサミで上の方をねカットさせていただきます。よし。わーすごい、なんかわー、本物そっくり、やばい。あ、ここに見えるかな、こことここに切り込みが入ってます。点々で最初にこの上下にパカってやるんだ。ここです、ここを。あー、ハサミでやっちゃいけないって書いてあったから手でやる。開いた、開いたよ。そしてそうだよ、こっから縦にビーっていくんですね。おお、もったいないけど、でもやっぱり開けてみたい。うわ、音は鳴らないんですけど、プニップニです。うん、ほんとプニットソーセージって名前の通り本当にねプニップニです。全部開けます。わあ、プニプニ。でもこれあのパッケージから開けない方が、そのまま飾っとく方がきっと可愛いような気がします。戻らないんでもったいないですよね。頑張って戻そう。もったいないんで大事に飾っておきたいと思います。戻らない、戻らない。わー困った。ちゃんと戻りました。この包装が可愛いです。ぜひ見つけたら挑戦してみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。